江戸の町に夜更けて殺し節が流れる時、今宵また一人悪がメイドに消えてゆく。ほっと庶民は周囲を開き、影の死角に手を合わす。名もなく、夢なく、誇りなく、殺しのしじまに命を燃やす五千儀無用の影同士。江戸石川島と佃島との中に砂州を埋め立てた人足寄せ場がある。そこに全国から江戸に集まってくるおびただしい無宿者が送り込まれる。名目は彼らに制御を与えるためというが、つまりは一般市民から隔離して犯罪を防ごうという意図である。無宿者、彼らはもともと犯罪人でもなく、元来何の罪もない、ただ不幸にして親の身元のわからぬ、戸籍の正確にわからぬ不運な生い立ちを背負っているだけである。ただそれだけで、彼らは無宿者という暗い人生を強制されるのである。おめえもか。ああ俺もだ。今からよ、お刺身とこ行ってどんちゃん騒ぎしようか。あ、いいね。ダメだよ。大地、お前さん、今夜あれだろ。あれって、あれ早くおっとくよ。本日の殿井同士に。大一貫。俺、この間やったばっかだぞ。おめえさん、普段から睨まれてるから、罰が当たってんだよ。あの、小田田中の野郎、頼みもしねえのに。それじゃあここで別れっか。なんだよ、兄貴。どっかでいっぱいやってこし。今日は珍しく早じまいだったしよ。せっかくだが今日はやめとか。あ、そうかい。兄貴がちゃんといい人が待ってるからな。そういうわけじゃないけどよ。じゃあまた明日。おけいちゃんによろしくな。あばよ。ちょっと待ってな。おい、ありがとう。OK もたった今戻ったところだよ。まだ何もできちゃいないけど。そんなことより、おやさん、俺大変なもの拾っちゃったよ。大変なもの、何？見てくれよ。俺びっくりしちゃったよ。すごい。こりゃ日向さん、えらいもの拾っちゃったな。どこかのお棚もんでも落としたんだろう。すぐお役人に届けてくれ。そうね、
落とした人が多くなってるわよ、きっと。ちょっと行ってくら。ちょっと待ちなよ、ひゅうたさん。え？お届けするのはいいが、これだけの大金だ。お役人は、拾って届けたお前さんの身元や素性をいろいろ聞きたらすかもしれないよ。何しろ大金だ。次に拾った金届けて、今さら人足要素場へ送られちゃかなわねえ。あ、そうだ、親方に届けてもらおう。そうすりゃ間違いないや。そうね、親方なら大丈夫よ。ちょっと親方のとこ行ってくる。じゃあそれまでにちゃんと支度しておいてあげる。今日はいいものがあるの。何かな。お楽しみ。じゃあ行ってくる。まったく、あれだけの腕を持ち、いい人間が、産んでくれた親がわからねえというだけで、肩身の狭い思いでいなきゃならねえ。でも、潮田さんの親方なら、お役人にも顔が利くし。大変なことになった。どうしよう。どうしよう。大変なことになった。どうしよう。どうしよう。うわあ、こりゃ驚いたな。50両近くあるじゃないか。私もびっくりしました。すぐお役人にお届けしないと。落とし主が困ってるだろうと思いましたが、何分にも私は。分かってるよ。俺から届け出てやろう。心配すんな。お願いいたします。それじゃ私はこれで、うん、あ、シュータ、あ、ちょっと待ってくれ。お前な、いつか行ったあの本庄のお屋敷の部屋、明日だけでもいいから回ってくれないか。いや、あそこのご用人様はな、今の職人がご不満らしいんだよ。お前なら大丈夫だから、いいな。承知しました。じゃ頼むよ。じゃごめんなさい。うん、正直者に神宿るって言うからね、そのうちにいいことがあるさ。今のうちに一服するから。うまい。シュータさん、ん、お父っつぁんがね、うん、もうそろそろ楽隠居したいだなんて。じゃあ俺とお圭さんと、うん、早く一緒になれたなんて。そうか、おやじさんそう言ってくれたんか。よし、俺ももっとバリバリ働かなくちゃな。いくらなんでも今住んでるボロ長屋じゃしょうがないもんな。うん、お父っつぁんがね、このお店住まいに直したらいいって。シュータさんならすぐ直せるからって。そうかい、ここ直していいのかい。よし、それじゃここを全部土間にして、それでちょっと田舎風だけど、入り口のところに水車を置いて、それからね、ここに大きな囲炉裏掘って、ちょっと店狭くなるけど、こっちからこっち部屋にして。ねえねえねえ、ここに長い鉢置くですよ。ねえ、ここ、落ちていくんでしょ。あ、ここのとこに神棚置いてさ。私とね、お父さんがお店で一生懸命に働くから、シュートさんずっとここで飲んでていいのよ。極上にしてくれよ。ここは一軒半の、ここは二軒だな。いろりはこの辺に。金を落とした。はい、大金で店の集金だそうで、もしやお届けでも出ていないかと、そう申しておりますが。そのものは一筆書いていただけないかと、そう申しておりますが。一筆？何を。集金した金を落としてしまったので、その旨
店の主人に証明してくれと申しておりますが。何で言ったってよ。お前、その金落としたかそれやったか分かんねえじゃねえ。それはそうで。そうだろ。お前使い込んだのか分かんねえじゃねえ。それもあり得ることで。そうだろ。だから分かんねえことにいちいち証明書かけるけ。うん、かけじゃねえんだからよ。銭落としましたって奉行所に泣きつくな。もう一回自分で探せって言っとけ。はい、そういたします。お邪魔いたしました。おや寛平さん、こんなにお寝坊してどすたのありんす。いや、寝過ごしたんだけどさ。ドジだね、お前。そんな時は小物にお小遣いやって起こしてもらえんだよ。俺だってやりたいけどすっかんぴんなんだよ。なんかしろ。私が持ってるわけないだろ。じゃあお前さん家帰って寝るんだね。芝揚げなんだろ。寝ろっとって今まで寝てたんだもん。眠くねえよ。じゃあその辺でブラブラ暇つぶししてなさいよ。ブラブラか。暇あって銭やねえし。あ、そっか。いや、あの、お幸んところはいけませんよ。お幸んところはね、この頃なんだかバカに忙しくてね、お手伝いにこう娘さんに来てもらってるぐらいなんだからね。あ、そう。じゃあ今行っても、やるねえな。当たりきよ。じゃ、私はお勤めに。書き置きには奉公先のお店の集金のお金を落としてしまったとそう申しておりまして。書き置き？これか。ああ、ずいぶん下手っぴな字だな、おめえ。ん？なんだ？ゆうべ五番衆も届け出た？あ？はい。家賃を届け出たというが、さらしな。は。昨夜の殿井は誰だ？あ、え、あ、あれは確か誰でございましたかな。高木寛平です。寛平？なるほど。お前には別段落ちではない。言う通り盗まれたのか落としたのか、あるいはまた使い込んだのかわからぬ男に添え書きをしてやる必要はない。しかし他に何か方法はなかったのか。他の方法とは言われますが、具体的に。そんなこと自分で考えたらどうだ。一体何年奉行所にご報告しているのだ。とにかく手代は死んだ。それだけは言っておく。手代は死んだのも私の責任だとおっしゃるんですか。そう申しているのではない。もうよい。さあね。夜中にそんなこと言ってきたからって奉行所が紛失証明なんか出したことなんかあらしませんよ。そんなもんポンポン出してごらん。お手当てを使い込んだ連中が女房の手前なくした落としたってみんな言ってくるから。はい、いかがでございますか。結構よ。どうもありがとう。なんだ、今日お前が来たの。はい、よろしくお願いいたします。昨日までの職人はどうした。病気か。ああ、いえ、手前はただ親方に言われましてこちらへ。そうか。まあ、しっかり頼むぞ。
親方なぜわざわざ俺だけここへ回したのかな。お圭さん汗かいて。はい。はい、どうぞ。ああ結構よ。ありがとう。あら大変。どうなさいました。いやだ、私財布落としたのかしら。確か持って出たのに。あ、たくさん入ってたんですか。いえ、ほんのちょっとなんだけど。あら困っちゃって。私、あの、私の方だったらいつだって構いませんけど。あら、そう。悪いわね。じゃ貸しといてね。どうもありがとう。すいません。ありがとうございました。お気をつけなって。はい、ありがとう。あの人ったらこの間もあんなこと言って、本当に落としたんだかどうだか分かりゃしないわ。最初から借りるつもりだったのよ。あら、そうなんですか。いや、でも昨日私の知ってる人が50両近くも拾ったんですよ。本当、私もびっくりしました。そりゃそうよね、50両ね。で、どうしたの。すぐにお届けに来ました。そりゃそうよね、それが本当だものね。でも落とした人喜んだでしょうね、そんな正直な人に拾ってもらって。当ててみましょうか。何をですか。その正直な人ってお圭さんのいい人でしょう。いや、別に。分かってる分かってるって。でもよかったわね、いい人が見つかって。何してる人。職人さんなんです。とっても腕のいい大工なんですよ。本当、いいわね。情けは人のためならずって言うでしょ。そういう正直な人ってきっといい運に巡り会えるわね。どうぞお使いくださいまし。バカ正直な男もいるもんだな。しかしこれを使って構わんのか。もしその男がお前が届けてたと思って役所に問い合わせたりすることはないか。加倉井様、その男は無宿者でございますよ。そうか、ではわしの方に引き取るか。どうなりとご存分に。手前もそのつもりで、その男を今日一人だけにして本所の猿をお屋敷に回してございます。そのお屋敷は昔から仕事の量に関わりなく、暮れ六つまできちんと仕事をさせるところでございまして、したがって職人が戻ってくる時刻は決まっております。その男、どういう道順で戻ってくるんだ。ここが本所のお屋敷でございます。ここが両国橋、ここが手前の店でございます。うん。八つ目は几帳面でございますゆえ、必ずこの道を通って帰ります。お、もう済んだのか。はい、出来はいいな。お、なんかお前貸しも食っとらんの。いえ、あの、結構なお菓子でございますんで頂戴して帰ろうと存じまして。ほう、お前は女房子持ちか。いえ、あの、まだでございます。まあ、よいよい、拡散でも持って帰ってやんなさい。ありがとうございます。うん、ついでに裏の庭の方も掃いておいてくれ。はい、かしこまりました。うん。なんだと、手代の親父が自殺した。はい、大棚に奉公に出していたたった一人のせがれがそのようなことで死んでしまったので、もう生きる望みもなくなったとそう申していたそうでございます。いくら大金だか知らねえが、人間の命には変えられねえのによ。ああ、手代の父親死んだなんてことはまだ勘弁には言わねえ方がいいぜ。やっこさんだいぶ気にしてたからな。それにしても憎いね、その金拾って届けなかった野郎がさ。
猫ばば決め込みやがったんだな。ただの猫ばばじゃねえで父さん、これは間接的な殺人罪だ。しかも二人殺したんだからな。本当にご苦労様、助かるわ。あなたに来てもらえて。明日もまたお願いね。こちらこそありがとうございました。はい、これ今日の分。いつもたくさんにすいません、遠慮なくいただきます。少なくてごめんなさいね。気をつけて。はい。あ、落としちゃダメよ。本当ですか。じゃあ失礼します。ご苦労様。悪い、俺。どうも、海底さんか。暑いな。どうしたの？うん。夏物、父親から出したら、買えなくなっちゃって、行くとこなくなっちゃった。行くとこないんじゃなくて、行けるとこがないんでしょ。さすが鋭いね、お父さん仕込みは。何言ってんのよ。何割ったの？皿2枚。泥棒猫みたいにコソコソしてるから。いやいや、人の噂になっちゃ悪いと思ってよ。さっきの子いいことな、毎日来てんのか。ああ、目が早いですね。もう覗いてたんですか。あの子どこの子、いくつ。消えたって無駄ですよ。あの人にはね、ちゃんと決まった人がいるんですからね。あ、そう。うん、腕のいい職人さんですって。稼ぎが違いますからね、寛平さんとは。そら、俺はいつもスカンピンだもんな。誰かバーッと金貸してくれよな。あの人の知ってる人ね、昨日50両拾ったんですって。すごいわね、50両なんて。大変、本当に拾うことあるもんね。私もいっぺん拾ってみたいわ。いや、50両いた。誰だそれ。何急に。国によって改める小国声明を名乗れ。はい、大工の周太と申します。小国を聞いておる。嘘偽りは許さんぞ。わしは寄せば奉行配下、人足寄せば元締め角来健三である。に回されるとか言ってたがね。いらっしゃいまし。お計さんとのあんたが。ええ。昨日金拾ったってのは誰だ。お父っつぁん。おい、昨日金拾ったってのは誰だ。拾った金どうした。あの金がどうかしましたって。ああ、落としたやつは首ついて死んだ。誰が拾った。どういったい。わしのやり方に不満があるならね、いつでも手を引いてやるよ。まあね、まあ、お前たちが一人でどこ行っても仕事をできりゃ、こんな結構なことないもんね。ただ、何しろお役人様はね、
お前たちを一人でも多く寄せ場へ引っ張ればお手柄になるんだからね。気をつけるんだな。私これでも嫁ぐ前までは武家の娘としての心得たしなみを一通り励んでまいったつもりでございます。そうでしょう、そうでしょう、よく分かっております。特にシーカの道には一方の修行をいたしてまいりました。風流なことで、風流はいいことですな。いえ、それは違います。あなたがそのように思われるのは、あなたが船舶な暮らしに馴染んでしまわれた証拠でございます。ああ、船舶ですか。風流とは本来物の哀れでございます。生きていくことの悲しさ、わびしさでございます。うん、そうとも言えるでしょうな。私味噌一文字をかの巧妙なる奥の新山先生について学びました。ああ、あの有名な先生ですね。私この年頃になれば心静かに短冊を取り、心豊かな一日を過ごせると存じておりましたのに、今のままではお先真っ暗。根もやらで心乱るる弱の風、悩み尽きせぬ浮世なりけり、金へ一首ご参考までに。そうですか、あのお茶を。そこにございます。あ、そうです、そうでした。ぬるい。あ、何かおっしゃいました。いえ、あのちょうど飲み頃で、物の哀れとも言えるでしょうな。物の哀れとはそのようなことを申すのではございませんの。そうですか。風雅の話題一つ取り上げても心の通い合うものとてなく、あなたのもとに差して30年、私後悔ばかりの毎日でございました。お察しいたします。よし、来てだ、これに着替えておけ。おい、貴様ら、朝が早いんだ、早く寝ろ。兄貴、シュータの兄貴じゃねえか。ブンタ、お前こんなところを送られたのか。急に姿が見えなくなったんでどこ行ったかと思ってたよ。兄貴、親方のやり方ひどすぎるだ。仕事を世話してくれるのはありがてえが、1日400文稼いで200文も上前払われちゃとってもやっていけねえ。兄貴、ちょっと急いで上切って親方のところから離れて一人で重戸を引き受けたら、3日目にはもう虫食かれてこの手たらくよ。もたもくもあるし、今さら後悔しても始まらねえが。そうか、俺と違って兄貴はもう棟梁並みの腕だ。やっぱり親方のところから出たんだな。分かるぜその気持ち。いや、俺は今でも親方のところで仕事世話してもらってるよ。そりゃ稼ぎの半分持ってかれるのはつれえが、その方が安全だよ。今日も親方の世話で野鳥場の帰りだったんだ。まさか虫熊に会うとは思わなかったよ。よっぽど運が悪かったんだな。じゃあ兄貴大丈夫だ。親方の名前を出しゃすぐにも出してもらえるよ。親方と寄せ場の役人は通過で話がつくはずだから。そうか、ならいいが。虫熊の潮田、お調べだ、出ろ。はい。
前をここに呼んだのは他でもない。お前は伝五郎の世話を受けていたのか。はい、そうでございます。そうならそうと初めから申し出ればよかったんだ。はい、でも親方に迷惑がかかってはと、そう思いまして。そうか、よし。他の者の手前もある。お前は今夜ここからこっそり町へ帰ってもよいぞ。後で船は用意してやる。え、お役人様、では今夜のうちに帰ってもよろしいんで。ああ、いいぞ。ありがとうございます。この通りでございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。この通りでございます。ありがとうございます。によって討ち取った。他の人足どもが騒ぎ出したら面倒になる。その辺に埋めとけ。はっ。手代の落とした金は大工職人の周太という男が拾って届けたらしい。どこへ届けたってんだ。そいつはよ、棟梁を持たない渡り職人だからよ。職人口入れの元締め伝五郎という男に届けたという。口型に出てるかい。そんな届けは出てなかったな。何しろら一日中願い事、訴え事、届け事を受け付けてるんだからな。なあ勘平、その周太って職人に会ってみたかい。会うにもよ。その周太って男、昨日夕方虫食門狩りに会って人足寄せば送られたったんだよ。何だって。奉行所昨日虫食門狩りやったか。知らねえ、全然知らねえな。そんな動きは少しもなかったぜ。いくら俺たちが無視されていたとしても噂ぐらいは聞こえてくるはずだ。うん、ナウコン、はあ、ちょいとくせえな。おめえもそう思うか。なあ勘平、この際で教えとくぜ。死んじまったのは金落とした手代だけじゃねえ。その親父もがっくりきて自殺しちまったぜ。俺勉強不足でよ、ちょっと教えてほしいんだよ。何でも聞いてくれ。私はお役所の生き字引だからね。寄せ場奉行の配下が奉行所へ連絡なしに虫食門狩りやるなんてことあんのかい。そんなことはめったにないね。前から目をつけてたっていうなら話は別だけど、それでもこっちへ筋は通してくるよ。やっぱりな。なんだ、何かあったのかい。やれの50両の件、拾って届けた男がいるんだよ。その男が敵の職人なんだけど、虫食門なんだよ。おでてめえがお金に届けて、宇治素性がバレちゃいけねえってんで親方に届けた。とはその次の日、町で虫食狩りにあって人足寄せ場へ送り込まれた。どう思うとだ。その職人の親方の伝五郎を出費で剥がしてみば。待ってよ、絶対寄せ場にグルになってるやつがいるな。どうぞ。すぐに玄太呼びな。
え、周太。はい、昨日送られてきました。今どこに。さあ、取り調べだと言って夕べ連れ出されたまま、まだ帰ってきません。ありがとうよ。中の無職人めっちを調べてみたがよ、大工職人周太なんて名前はどこにもねえ。じゃあよ、人足寄せば送られることなんかねえじゃねえか。そういうことだな。誰か寄せば役人に教えたんな。周太さんは伝五郎館なんかに頼まなくてもよかったんだ。伝五郎ってのはどんな野郎だ。はい、言ってみろよ。別にお前に迷惑はかけねえから。江戸に集まってくる無宿者たちの身元保証人になって仕事の世話をしてなさる親方で。じゃあ結構人助けをしてるってわけかい。でもその代わり稼ぎの半分は伝五郎が取るのか。ひでえ野郎だな。でもそれが嫌で飛び出していけばすぐにでも寄せ場役人様に捕まってしまいますし、要するに寄せ場役人と結託して虫蜘蛛を食い物にしてる男だな。虫蜘蛛のくせにしやがって、背負われるが高えの何のって生意気な口叩きやがって。おめえたちはな、俺の胸さんずんで一生懸命人足寄せば送り込むことはできるんだよ。何百人といる人足寄せばの虫蜘蛛たちの半分近くはこの俺が送ったんだよ。おめえたちも送られてってのか。親方、それだけは何とかお助けくださいまし。それだったら今まで通り文句言わねえで一生懸命働くんだな。俺に任しておけばね、仕事にあぶれ残ったしねえで。わかったな。それが。それがどうした。その職人もう殺されて埋められていましたぜ。はい、寄せ場役人がグルになってシュータの拾った50両猫ばばして殺しちまいやがった。何しろ海の中の埋め立て地だ。人目にはつかねえ、これ以上の手はねえってわけだな。やることは汚すぎら。黙って見過ごすのか。お父さん、殺されたのはよ、シュータだけじゃねえや。銭を落とした手代、その親父さん、この二人も殺されたのと同じだ。元はと言やよ、50両拾ったのは正直者だったからだ。周太さんの、周太さんのどこが悪いんです。真面目に正直に働いている周太さんのどこが悪いんです。赤ん坊の時に捨てられたというだけ、それだけでどこが悪いんですか。本当なら
しっかりやり頑張れって慰め励ましてくれるのがお役人じゃありませんか。それを捕まえてどうして殺してしまうんですか。どうして殺してしまうんですか。俺も仕事だ。50年これっぽっちも間違ったことしちゃいねえ。でも無宿者だ。捕まえな、捕まえてくれ。さ、捕まえてくれ。どうして捕まえられねえのか。俺無宿者だ。無宿者だ。伝五郎、こんな夜分にわざわざ何の用だ。桜井様がお呼びと伺いましたので参上しましたんですが。何、わしから。おかしいな、わしは呼んだ覚えなんかないぞ。誰だ、出てこい。50両拾って届けた正直者の職人の代理だ。出てこい。誰だ、出てこい、出てこい。誰だ。しらたはならぬ水玉か。どっか行っちまったんだな。Thank you.
私は悲しい風の女。次回「影同心の黒しぶし」は老舗の店を守る若桶の力足らず資金繰りに追われて手を出したインチキ無人公ウコンが昔なじみに一肌脱いだが、若桶は苦し紛れに仕掛けた罠に落ちた。借金の方に体を売らされ、若桶は自害、ウコンが惚れた女の無念を晴らすべく影同心は燃えた。次回「赤いしごきの黒しぶし」にご期待ください。